アドムブラリは、どこかの次元で青みがかったもやに隠された深淵の奥底に生息しており、そこを登ることはできず水平方向にのみ移動する。また、垂直移動はできないが別な平面に自分の位置を変えることがある。ただしこれは意志により自在に行われているわけではない。巨大で漆黒の塊のような姿で、中央から長い触角が伸びている。イステの歌において、生ける影、と呼ばれ、時間と空間の法則からは自由で信じがたい力と悪意を持つという。アドムブラリは人間にそっくりな彼らの死者を作って次元を超えて送り込む。これらは、探求者、と呼ばれる。犠牲者たちは、探求者、の催眠術によりアドムブラリの次元に送られ殺された後、体液をすべて失い、目を閉じることがなく、全身をきらめいてうごめく斑紋に覆われた死体となって帰ってくる。